ちゃんです。ゆうちゃんです。僕たちの遊び場、中の桃太郎鬼ヶ島編です。頑張ります。はい、じゃあ、とりちゃん引き続き桃太郎。ああ、いいんですか。ありがとうございます。じゃあ僕、まあ、なんか鬼でいいですか。なんか、なんか鬼、なんか鬼、なんとなくわからんけど、ってお願いします。なんかその余り物みたいな。いや、余ったもんから3つ選ぶから。犬か、サルか、キジ、なんですか。犬じゃん。犬やな。あ、そう、犬で。はい、じゃあどんな犬か。僕はどんな犬。もうこれマジできついね。このお題によって全然もう合っちゃうからな。どんな犬。語尾にプリがつく犬。語尾にプリがつく犬。そう、犬じゃないじゃん。じゃあ鬼、どんな鬼か。トイレを我慢している鬼。うわ、めっちゃ弱いやん。結構きついよ、これ。きついな。隠れてる桃太郎。ラウじゃん。おい、ラウやめろ。割れてるだけだから。割れてるだけ。しゃくれてはないんだから。猪木出てきたよ。はい、じゃあ、鬼ヶ島編スタートです。おばちゃんからゆうちゃんがもらったけど、仲間増やしたいんだよな。どっかに仲間いないかな。あ、君は、君はもしかして何してんだい。もしかして犬？そう、プリ。そう、プリ。プリ。プリ。知らないんですか、プリ。な、なに、プリってなんだい。犬語ですよ、プリ。犬語って、え、プリって言うんだい。プリって言うんですよ、知らないんですか。あ、ほんとかい、プリ。はい。ま、一回プリを捨てるわ、僕の中でな。うん。今から鬼退治に行きたいんだけどさ。鬼退治でプリか。うん。僕の仲間になってくれないか。どうすっかな、プリ。ちょっとこれあげるからさ。これ何でプリ。これおばあちゃんからもらったきびだんごだ。臭いプリ。臭くないんだ。めっちゃ臭いプリ。臭くないよ。あなたの手が臭い。いや、それはただの悪口だな。一回食べてみて。うん。知らないでプリ。いや、すごいいいから。これ僕の友達になってくれるかい。どうしよっかなプリ。そのきびだんごをあげたらなんか友達になってくれるっていう仲間ならあったんだけどな。もう一回言う。臭いっすな。臭い？でもね、こっちは美味しいんだって。あ、じゃあ2個目。うん、2個目いいよ、君なら。うん。僕と一緒に鬼ヶ島行ってくれるかい？どうしようか。すごい悩むね、すごい。行こうよ、もう鬼ヶ島。僕だけプリか。あ、なんか鬼が見えてきた。おいで。お前が鬼か。鬼だ。え、ちょ、どうしたら。どうもしてないぞ。で、なんかちょっと何をしに来た、この鬼ヶ島に。いや、鬼を再生してきた。ヒゲプリよ。なんでこっちのプリプリがプリだからプリなんだよ、お前ら。君もコビにプリがつくの。同じ頭プリか。言葉のプリじゃない、お尻の方のプリだ。お尻の方。あ、臭いプリ。え、たい、え、今からそうだ、それがこの私、鬼の攻撃だ。え、鬼の攻撃ってその攻撃だったの。あその状態で。いいぞ、鬼だ、俺は。片手しか使えない。本当にいいの？大丈夫だ。力むとちょっとやばいけど。お前らなんか、力まなくても勝てる。いやー、行くぜ。いけべー。そこだけはやめろ。下半身はやめろ。下半身はやめろ。ふっ。なんか飛び散ってきたよ。いいか？じゃあ最後、奥の手出すと。何の奥の手？こっちはクリーンな手だ。だが今から。一応鬼やったよね。うん、勝ちましたね。でもすげえ苦戦。どうやってくれるか。うちのばあちゃんに一回回せるわ。あ、洗ってくれるから。あ、え、次すげえ自分くせえな。ちょっとやめろよお前。おい、来んじゃねえよお前。ばあちゃんとか行くでついてこいよ。はい。いや、いいんじゃないですか。疲れてありますね。そうだ、膝が痛い。どうですか、桃太郎。最初より良かった。
旅立ってからの方がいろいろ成長したなっていうのはありましたね。一回経験すればね。いや宇宙人難しい。心臓バクバクいってますでもまあいつかなんかこれあれでやりたいよね。公開収録で。あそうね。とんでもないものがある。とんでもないものがある。事故。でもやっぱ反応あるから。まあ確かに確かに。確かに。三人の中で無言の中でこれやるのきつい。確かに。これ本気でするあれじゃない。さて次回の僕たちの遊び場は。マッシュルトリコです。来ていないか安心に。きっと俺は。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後は木戸真由美さんから学校に行く活力が欲しいといただいたのでドクタートリコへお願いします。どん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 ふざけだす。